馬2番手、3番手、5番の近野哲也、東北勢。あとは9番の吉永4番手、後方から6番の黒川。黒川7番手から上がっていく。さあ、中段から9番の吉田弘正。吉田の方が先に上がってきました。まずは佐藤智和率いる東北勢を抑え込んでいく9番の吉田弘正。さあ、こうなりますと6番黒川どうか。黒川も上がってきました。黒川重隆がここで先行体制に入りました。佐藤智和すんなり引いて7番手。吉田弘正4番手です。佐藤智和7番手まくりでまくれるかどうか。第4コーナー待っていきます。さあ、6番の黒川、容赦なく先行です。パワー存分発揮といきたい。2番手4番の小林、3番手8番の原慎二、近畿中部勢、少し車間相手9番の吉田が4番手、佐藤智和7番手からまくってくるんですがどうでしょう。現在5番手、吉田が4番手からまくっていく。先頭6番の黒川、あとは4番の小林、佐藤苦しいかどうか。直線入りました。黒川先頭、外から4番、真ん中7番、外から8番車が、原慎二でしょうか。佐藤智